アーセナルは13日、ファン投票により選ばれた8のチーム月間ベストゴールトップ3を発表。だ。1位に選ばれたのは、女子チームの日本女子、表、なでしこジャパン FW、岩渕真奈が挙げた数、ゴールだ。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し見、中、アストンビラからの移籍で今季、アーセルに加入した岩渕は、デビュー2試合目とな、8月21日の女子、チャンピオンズリーグ予選 PSV 戦で、牧のパフォーマンス。2ゴールを挙げる活躍で、セナルを3-1の勝利に導いた。特に見事だ、のは、前半39分に決めた自身1点目のゴール。左 CK 下、ショートコーナーでパスを受けると素早く、転し、ペナルティーエリア左から、鮮やかな右、シュートを、ゴール右隅へ突き刺してみせた。のゴールは投票で 64% と圧倒的な、票を獲得して8の、アーセナルベストゴールに選出。男子の、ピ、ルイコールエメオーバメヤンがリーグ杯のエストブロムウィッチ戦で決めたゴール、11%。女子のチームメイトである、東京五輪、東京オリンピック得点王のオランダ代表 FW フィフィア、ミデマーが、同じ PSV 戦で決めたゴール、10% を除外した。アーセナルは、女子 CL 本戦出場を果たし、国内グの女子スーパーリーグ、WSL も開幕。男子チームに加入した DF、冨安健洋と共に、アーセナルで岩渕のさらなる活躍が期待される。